それでは3つ目にリモートで活動する新たな日常を目指してをテーマにご講演をいただきます AI ・リモート技術で新たな日常をあらゆる場面現場へと題しまして NEDO ロボット AI 部主任柳瀬大輔より講演をさせていただきます柳瀬主任よろししくお願いいたします 皆様こんにちは。ネドロボット AI 部の柳瀬です。本日はネドで新しくスタートした人工知能活用による革新的リモート技術開発プロジェクトについてご紹介いたします。本日どうもよろしくお願いします。今回初めてあの皆様に本プロジェクトをご紹介いたしますので、まずはこのプロジェクトの策定に至ったまあ経緯について簡単にご説明します。 そして後半でこの本プロジェクトで推進している5件のテーマについてご紹介したいと思いますそれでは社会的な背景について触れていきます近年の日本には3つの大きな社会的な課題に直面しております1つ目はこの左端の産業競争力の維持・向上といった課題です でご存知の通り生産年齢人口というのは90年代を境にあのピークに減少し続けておりまして、えっと、喫緊の課題となっていると考えておりますで2つ目は真ん中のこの行動制限下における社会活動の継続こちらもコロナ禍や自然災害が頻発する昨今にあって大きな課題として浮上してきておりますでそして最後にあの右端のえー、っと 年齢や性別、障害の有無などといったさまざまな立場の人々が誰一人残らず参加できる社会について考えるといった課題があります。でこちらもあの昨今 SDGs であったり働き方改革といった文脈で話題となっております。でこのような課題を解決するためのまあ手段の一つとしてリモート技術にも今あの大きな期待が寄せられているといったところにあります。 ではそのリモート技術というのが現状どれだけ社会に普及してきているのか改めて振り返ってみたいと思いますで左端にあの左側の図で示しているようなこのデスクワークの環境というのはあのコロナ禍を境にテレワークであったりオンライン会議というのが広く浸透してきていると思いますただあのいわゆるズーム疲れと呼ばれるようにモニター越しで相手の様子や場の雰囲気といったものがつかみにくい といった対面に比べてコミュニケーションが取りにくいという風な課題もあり、えー、生産性が劇的に上がったとまでは言えないように思われますで一方で右側のこの現場に出向かなければいけないような業務であったりあとそのお客さんを相手にしなければいけないようなえ仕事というものも多く存在すると思いますでこのような現場仕事や対面業務といったものはあの実際に物に触れたり人とこうやり取りすることによって 得られる情報が重要になりますが現状のリモート技術でこのような人と物とのインタラクションといったものがまだ十分にカバーされているのではないのではないかというふうに考えております。でこういった社会のあ,のあらゆる場面でリモート化を進めていくためには、えー、リアルの場面で今まではまあ何気なくこう得ていたようなさまざまな情報のやり取りというのをまだまだこう実現していく必要にあるというふうに考えております。 このことを踏まえてではこれからそのリモート技術の具体的にどういった部分を開発していけばよいのかについて考えてみたいと思いますでこの図はリモート環境を構成する要素を整理して俯瞰した一つの例を表していますこの右端の遠隔環境で取得されたこの遠隔環境というのが現場を表していてこの現場で計測された情報が左端の 近傍者に認知されて適切な判断が下せれば遠隔地に効果的に操作介入できるというふうに考えられます。でここでこの計測分野に関しては昨今その IoT 機器であったりハプティックデバイスであったりさまざまなこうデバイスが実用化しつつあると思います。 でまたこの下側の操作介入に関してもこれいわゆるあのロボット技術の進展が著しくここは日本の強い分野でもあると理解しています一方でこの今えっと計測されたデータにこのどのような付加価値を与えてどう近傍者に見せるかといったところはまだ研究の途上にあるのではというふうに考えていますでそこで本プロジェクトではこの図の赤いところを にあたる部分を AI を駆使して計測されたデータから現場の状態を高度に推定する技術上のところですねでそれとその一つ下の得られた情報を勤傍者に効果的に提示する技術というところにフォーカスを置いて開発しリモートであっても状況の的確な認知を実現するというところを目指すことにしました。 ではここでプロジェクトの概要についてご紹介します、えー。人工知能活用による革新的リモート技術開発と銘打って、えー、単に現場での作業をリモートに置き換えるだけではなくてそれ以上の認知を可能にする基盤技術を形成することを目指します。プロジェクト期間はこちらの下にありますように、えー、2024年度の末まで。 の4年間を設定ししてておりまして現在ちょうどこの先導研究が始まりかけた始まりつつある始まった段階にありますで今からおよそ10年後にあたる2035年度にはこのプロジェクトの成果が社会に波及するというふうなことを想定してプロジェクトのアウトプットとしてはリモートの基盤技術が実用化研究に移行できる段階に達することを目標にしています。 このように本プロジェクトでは幅広い適用先で多くの人々に容易に使っていただけるような基盤技術を創出することを目指しておりそういった目標のもと5つの研究開発テーマを採択しました4年という短いプロジェクト期間で確実に成果につなげていただけるために それぞれのテーマにおいては基盤技術の応用例適用先というものも想定して研究開発を進めております。それではここからその具体的な5つの研究開発テーマについてご紹介いたします。まず一つ目のテーマなんですがこちらは遠隔地の現場の状況をバーチャル空間を介して手に取るように眺めることができるといった技術を開発します。 複数のドローンで現場を取り囲んで取得したデータをもとにリアルタイムに現場のデジタルツインを生成しますそして AI を活用して例えば要求助者の特定であったり火災の延焼範囲の予測などといったことを行いこのデジタルツイン環境上に投影しますユーザーはヘッドマウントディスプレイを介して えー、バーチャル空間を空中からこう眺めるいわゆる空のアバターというふうなものになりきって、えー、直感的にさまざまな視点から現場の状態を把握できますまずは防災分野をターゲットとして、えー、その後ははのき地の点検であったりあとは防犯分野への展開なども行っていく予定ですで次にご紹介するこちらのテーマでは 同じくこのバーチャル空間というものを介するんですがこちらでは離れた相手同士でのマンツーマンの指導というものを可能にする技術というものを開発しますプロジェクト機関においては主にリハビリへの応用を想定しています患者はさまざまな運動情報や生体信号を取得できる特殊なウェアラブルデバイスとあとはヘッ,ドアップディスヘッドマウントディスプレイを着用します で作業療法士が、えー、高機能のマネキンを操作して、えー、バーチャル空間上でお手本となるような動きを、えー、動かして、えー、患者の動作とこう重ね合わせることを通じて、えー、指導しますで AI で患者の心身の状態を推定したりあとその生活機能を評価することによって、えー、レベルに応じて動きを誇張したりまた患者の一人一人に応じて、えー、リハビリプログラムを自動生成したりすることによって、えー 患者個々の高いモチベーションを保ちつつ指導ができるといったことを目指しますリハビリへの応用がまあ第一歩ですけれども特定保険指導といったところとも連携を視野に入れております一方で遠隔のコミュニケーションをより豊かなものにしていくためには言葉だけではなくて感情のやり取りといったものも不可欠かと考えます こちらでご紹介しているテーマではあの感情表現の9割を占める身振り手振り非言語情報ですねこういったものに着目した研究を行います具体的には左の図にあります通りこの喜びであったり悲しみといった基本的な感情と体のさまざまな部位のその動作をユニットとして AI に学習させます それによってその AI によってアバターに感情を伴った自然な振る舞いを行わせるといったことを目指しておりますプロジェクト機関では1つオンラインライブなどの遠隔のエンターテインメントを想定した適用を考えているんですけれどもその先の将来としては例えば今流行りの,そのメタバースであったりそういったところでの豊かなコミュニケーションにつながるような技術についても構想しております あらゆる現場のリモート化を実現するためには力触覚の活用にも取り組んでいきますでこちらのテーマでは極薄のハプティックデバイスというものを取り付けて振動をやり取りすることによって技能を体感できるといった技術の開発を行っています。 ノイズを含んだ振動の中から的確に体感振動のみを抽出するそして個人個人でこう異なるその力触角の感覚の違いに素早く適合するために少ないデータで学習できる独自の AI アルゴリズムといったものを活用していきます。 プロジェクト機関ではこの運動を伴うこの技能訓練というものをベンチマークとしていますが安全教育であったり医療分野など幅広い適用先でリアルな体幹振動を活用できるものと期待されます力触覚に関してはこちらに示すようなこの医師の触診というものをリモートで実現するというふうなテーマも進めております医師が患者の腕に見立てたこうマネキンをつかみまして その掴み具合というものを遠隔地のロボットハンドが再現するといった仕組みです医師のロボットハンドに搭載されたセンサーを通じてこの患者を掴んだ時のその幹部の硬さであったり手触りといったもののフィードバックを得るという,ふうなことを考えております で患者は医師の映像と音声こディスプレイに表示されている、えー、映像や音声に合わせてこのブラックボックスの中にあるロボットハンドを介して医師の,このつかみ具合触圧というものを感じてこうあたかもその場でこう医師に触診をしてもらっているような体験が得られます触覚というのはあの他の人間の感覚の中でも特にその情報の伝達の遅れに対して敏感なあの感覚であると言われておりまして うまくこの AI を活用することによって視覚と聴覚と力触覚を組み合わせたあのマルチモーダルな感覚提示を違和感なく行うというところが鍵となってきます。以上ご紹介しましたこの5つの研究開発テーマが2021年度の下期よりスタートをしたところにあります。 リモート化のニーズというものはあの従来から高まりつつあるものと認識しておりますが、今回の昨今のコロナ禍を受けてあの大きく注目されていると思われます。ただ今のリモート技術というのは現場や対面で得られるような感覚が十分に伝えられていないっていうところから適用範囲がまだまだ限られており。 こう適用できるにしてもその一定の,その妥協を受け入れつつなんとかまあリモートを選択しているというところが実情かと思います。でこの本プロジェクトでは AI の力を駆使することによってこのリモート技術の可能性を飛躍的に高めるということを目指しております。 4年というま短いプロジェクトをせあの期間を設定しておりますとおり、この早期に技術開発を確立し、皆様が積極的に使ってみたくなるような有益な選択肢としてのリモート技術を実現することを目指してプロジェクトを進めていきます。今後の進捗にどうぞご期待ください。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。柳瀬主任ありがとうございました。